どうも、秋です。映画9やっていきましょう。はい、8年目秋大会終わったところからやっていきたいと思います。一応最後までは行けたのでね、最後の試合までは秋大会行けたので、もう選抜出場はあとは願うのみというところですね。では行きましょう。あ、で、そうだ。なんかね、いつからか1年間ずれてて、これ、今の年をずっと9年目って言ってたんですけど、これ8年目でした。申し訳ございません。行きましょう。マッサージチェア。さあ、すぐドラフトもありますね。うん、スケジュールありがとう。よし、さ、ドラフト。中堅に落ちたのが残念でしたよね。あそこまで行っても中堅に落ちるのかっていうね。強豪の維持っていうのがすごい難しい。さ、ドラフト。まあ、ドラ1いるでしょうね、この台。ネギシ。皆川、おー、エース皆川。そりゃそうだよね。甲子園結構いけたしね。え、第2回選択希望選手つゆき、え、ネギシは、あ、じゃない、大津だ、大津、大津。ネギシは今の、大津の生まれ変わりですね。よし、大津。ドラフト2指名、ゆずり原。まあ、順当かな？うん。今のところ、エースと、1番バッター、つゆき。阿部日持ち。で、盗塁も上手かった、足も速かった。で、4番の大津。そして、ショートのゆずり原。4人しか選ばれないのか？まあこれは順当でしょうね。順当な4人が選ばれたっていうとこかな。ウームオールスターズまた選ばれてほしいね。では行きましょう。これは5使ってもいいかな。5行きましょう。うん。この台もね、大津本当に思い出あったよ。でもその大津より、ちょっと大津はチャンスがいいだったんで、それがチャンス C になったネギシっていうね、大津の生まれ変わりがまた出てきたんで、ちょっとネギシにはね、期待していきましょうね。いや、ネギシってだからね、牛タン屋ではないんですけどね。はい、もうこれは止まろっか。これって文化祭以降も変わるのか。ただまあ、止まらなくても良さそうな感じもあるけどな。まあ野球バスが出てくれば嬉しいし。結構いいですけどね、今のところでも。はい、練習指示。ということで、まあ秋大会の敗戦も活かして、ちょっと今後考えていきましょうと。いうところで言うと、まあ、堀口はね、多分ベンチ入りしないと思うんで、まあまあまあけど、とりあえずコントロール A まで上げよう、堀口。いや、違うか。堀口は、緩急持ったし、変化球磨くしておくか、とりあえず。変化球磨いておくか。もう1方向ずつぐらい。いや、もう2ずつぐらい上げてもいいかもしんない。で、成田ですよ。要はね、伸び A を活かしきれるだけの球速がなかったと思うんですよね。先に球速150キロまで持ってきて、コントロール B にする。で、そっからどうするかちょっと考えましょう。はい。最後にスタミナ上げればいいと思います。とりあえず目標は 155AA ですね。うん。で、古内も同じくで伸び A を活かせるだけの球速を先にゲットしようかな。スタミナはもう十分だと思いますと。で、1年のピッチャーたちは変化球とりあえず44にここでしましょう。変化球44にしましょう。変化球44にしましょう。はい。で、もうこれね、毎回言っとこう。安室なんでね。はい。安室くんに関しては、守備もうちょい上げるべきだよね。そしたら、うん。まあ、キャッチャーも最悪守れるし、外野サーブと、サブポジ的にも良くなる。ダイソーとして総力 S100。どうしようか。とりあえず肩 E になったらもう一回総力上げてもいいな。うん。とりあえず肩 E にしましょう。そしたら外野の守備できるでしょう。はい、村井。村井はこれでサブポジが、サード、ショート、外野とできるようになったので、もうこれサブポジはいいですね。便利屋としてこっからを育てよう。どうしましょうか？どう便利屋として育てようか。足の速さを捨てたとして、性格は？お調子者。うわ、足が上がるのか。足の速さだけだけど、性格が微妙だったな。こいつまあパワーアップでいいや。はい、木下。ちょっとこっから全体的に能力アップしていきましょう。ネギシ。いいね。パワーアップでいいよ。先にパワー A 行きましょう。いや、これ1年生ですよ、ネギシが。強いね。ただね、大津は威圧感持ってたんですよね。それがロマンだったよな、威圧感持ちっていうのが。はい。相馬。平川。先にサードもやっぱ守備は整えたいかな。全部 D に持っていこう。ホール D に持っていこう。今田ショート。もう Q アップ。で、昨日はオール B にしたいというお話でしたね。9は。池上。いやー、強くなったな、池上も。総力アップでいいかな。総力 A に持っていこう。岡村はいい代打に育てます。
はい、古田は、まず何からあげたらいいんだ、こいつは。まあ、整えていくか。整えていきましょう。よし、オッケー。さあ、野球マス。化けろ。化けるんだ。これはどこ行くのがいいんだ？機材か？それともハンコか？長い目で見るなら、あれだな。いや、難しいな。長い目で見るなら機材だな。機材行こう。進路相談。よし。あ、練習効率上がったか。あ、でもまあさすがにこれは踏まないとね、もったいなすぎるんで、1からの4でいいや。次、4。よし、いいね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 。練習効率上がってるので。昨日のパワー経験値ナイス。うん、これは41かな。いや待てよ、1からのまあ4かな。赤マスにわざわざ止まる必要はないかな。合宿もちろんやります。合宿で化けるのがウーム高校です。お、いいね。安村肩に上がってる。よし、ナイス、ナイス。あ、耐久度も上がった。ナイス。今のめっちゃ良かったね。あえてね、この何もないマスに止まっていく。よし、本屋いいぞ。本屋出まくれ。特能つけまくりたい、本当に。3からの2でいいよね。いいっすね。マス目が結構うまくいってますね。ただ中堅に落ちちゃってね、黒土じゃなくなったっていうだけじゃなくて、カードがやっぱ少ないな、中堅。今更ながらに。カードが少ねえぜ。さあ、何、回復の本いらねえ。一番いらねえ。お祭り男と回復はいらねえ。勝ち運の本、オッケー。勝ち運はいいぞ、めっちゃいいぞ。今のエースは持ってるので、まあ来年のエースとか、まあそれ以降のエースに勝ち運はでかいな、今の。よし、ナイス。よし、また本屋もいるよ。本屋は野球マスみたいなもんだもんな、よく考えると。ね。本屋って野球マスみたいなもんだわ、確かに。これ本屋行こう、だから。で、本屋行きたいなら、まあ、5を使えばいいし、2を消費しておこうかな。よし。で、スカウトは基本全く止まらなくていいと思います。よし、5行きましょう。そうだよ、偏差値によって本いくつ使えるとかあると思うんですけど、まあほとんど使わない選手の方が多いと思うので、レギュラーには1個ずつぐらい使いたいよね、実際。まあそれくらい本屋止まれればね、っていうところで、本屋は野球マス、今回の名言です。はい、150キロまで行きましょう。フルーチ150いくな、これで。フルーチも変化球もう一回磨いてもいいか。スタミナ上げないでいい分、こっち。よし。2歩。変化球磨く。あ、これは磨き終わると思うから。こっちで。ん？変化球磨くお任せになってたの、これ。なってないか。ちょうど覚えたのか。ちょうど覚えたてか。あ、こいつすごいな。ちょうど覚えたてか。ナイス。
で、安室ここからどうしよう。まあ守備それなりに上げましたし、もちろんバッティング能力とかも上げておけば、ダイソーに出た後、そうしようか、バッティング能力上げようか、次。ダイソーに出た後、そのまま打撃も良ければ、ね。お、こいつ打てるぞってなる。ミート上げればいいや。お調子者か。あ、そうか、お調子者だからこそダイソーに育てようとしたんだ、足速いから。いや、待てよ、走力上げるか、やっぱり。走力上げるか。S100 目指すか。S100 目指そう。ライはパワーアップ。さあ、木下。やっぱキャッチャーだしね。いくらパワーヒ持ってるとはいえども、やっぱり先守備とかから上げるべきだと思うんだよ。ネギシパワーアップ。お、奥大いい感じになってきたね。このセカンドさ、守備はもうこんなもんでいい。積極守備も持ってるしってなると、やっぱパワー、そうなってくるよね。おのずとそうなってくるよね。よいしょ。うん、ショートもいい感じになってきたよ。守備力アップ。さあ、昨日オール B にできるかな。もうこれはかっこよさでオール B にしようと思ってるので、僕はかっこいい選手にしたいっすね。池上はもうちょい守備上げてもいいなっていう気持ちももちろんあるんですけど、上げないっす。よし、はい。入れ、先に見えてたやつだったんだ。お、チャンスの必勝本めっちゃいいな。使うか、アイテム。どこだ、今の。チャンスの必勝本を使うのはもちろん、ネギシでしょう。ネギシ、いけ。で、ネギシが、チャンスへ。やばい、ネギシがめっちゃ強くなるぞ。よし。いや、ネギシもう一個ぐらいなんか本使うか。今、なんかいいのある？でもパワーヒーとか持った時にね、あの本手に入れた時に使えないのは嫌なんで、ないな、何もつけたいのは。強心体を、まあ、将来的につけてもいいかなぐらいの気持ちかな。で、大津には能力アップ使わなかったんですけど、今度は能力アップ使おう。よし。さあ、合宿で化けてくれ。うわーうわー、まあそれがあるのを知った上で言ってますからね、プラスが濃いと思って。よし、ナイス。ちょっと合宿前に体力も回復しておきたいかな。さあ、合宿頼むぜ、マジで。今ムード持ちってチームにいないっすよね。ダンベルはパワーヒがつく可能性もあるし、置いておきたい。まあ、変化球投げ込み2個持ってなくてもいいかな。さあ、合宿。藤野っていいピッチャーだったっけ。村井、うわ、どうでもいいな、もう相馬。村井キャッチャープラス2もついたって、もういらないな。これどうしようか。まあ、ちょっと藤野が育てばいいなっていう気持ちで、ここかな、ここかな。うん、やばい、まだ名前を覚えきれてない。よし、ネギシ来た。ネギシに阿部ヒよりパワーヒがないかな。パワーヒんーと、パワーヒないか。パワーヒないのか。じゃあまあ阿部ヒでも、阿部ヒじゃないんだよな、ネギシは。あ、けどネギシには阿部ヒつかないよ、ここだと。あー、ここだと阿部ヒつくのか。でも広角の方がついてほしいな。ネギシは阿部ヒじゃないんだよ、どっちかというとパワーヒなんですけど、まあ両方持てばロマンというところで。あ、つかない。岡村2年、外野手、代打の人か。これはピッチャー育てるべきだな。堀口か、また選ばれてるのが。ただこれはここだな、入江。入江が育て、
なんかキレとか奪三振とかまだついたことがない。うわこの合宿が渋い。頼むよ。ニホ。奥田。奥田、平川。ここだな。え、特能誰もつかない合宿なんてあったっけ今まで。やばい、この合宿が。いや、合宿大切。頼む。成田クソ育てるか。相馬。池上。池上にパーヒー。怪我しにくさび。クソ、この合宿はちょっと渋かったな。この合宿はちょっと渋かったっすね。まあ仕方ない。あんまりカードも良くないな。ちょっとならず者で2を引きたい。2を。よし。ちょっとこの合宿はあんまりだった。これはなので実質野球マスのここでいいよね。で、合宿後なんで、緑マスは止まっておきたいと。実質合宿で、これで、あ、ただやばいな。まあ、仕方ないけど、次なんか引かないと結構厳しい。まあ、カード使うんでいいんですけど、最悪。アイテムか。そのためにアイテム買ってるんで大丈夫なんですけど、本屋だけはしっかり止まりたいよ。まあ先に2使って2がいっぱいあるから、2を使ってあげて、1が来なければ、そうですね、1個下げればいいかな。これ9個も持ってるよ。よし、 OK。このためのアイテム。よし、しっかり。本もらいましょう。パーヒの本くれ。パーヒの本。おぉ、伸びの必勝本もありがたいけどね。でも今のダブルエースは伸び持ってるんですよね。え、てかやっぱ特殊能力くれる本いいな。てか次の1年のエースはまだ決めきれてなくて実際。まあ、緩急を持ってるっていうところで言うと入江が一番ですよね。基礎能力はほぼ変わんないっす。はい、ほぼ変わんないっす。球速全く一緒で、変化量もそんな変わんないし、まあスタミナがちょっと藤野が低いのか、まあほぼ変わんないですね。まあっていうところで言うと緩急持ってるけど伸びがいいなんだよな。でこれじゃ対左が F なんですよ。で打撃能力見るとちょっと二歩はヘボい。だから入江かな今のところ候補は。だからこいつ伸びの本使ってもいいかもしんない。まあ、ちょっと難しいですね、まだ。感染使ってからの4とかでいいかな。お、来た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 、いいね。あ、ただ、村井か。この能力、直上がりで5上がるやつね。村井か。また中途半端なやつを引いてしまった。今回ちょっと中途半端なやつを引きがちっていうのはある。よし、オッケーオッケー。うわ、よし、これ止まろう。合宿が結構辛かったけど、本屋さん、もうどんどん本屋さんにしよう。ウーム高校は何なんだこの高校は、とプロ野球選手と本屋さんしか生み出さないのかと言われるぐらいね、本屋さんに輩出していきましょう。はい、やっぱ変化球磨くの結構時間かかるよね。まあそれはもちろん知った上ではやってはいるんですけど、た上ではあるけどね。成田これで150キロはまあ行ってくれると思うんですけど、まあしっかり150キロ到達させようか。まず やっぱコントロール B も大切だな。
お、もうこれ大丈夫でしょう。というとこで、二歩、だからこの人たち誰をエースにするかが決めきれないから、とりあえずスタミナはいいんだよな。いやでもスタミナ上げておきたいんですけどね。とりあえず一回。難しい。非常に難しい。よし、総力 S96。やばいぞ。めっちゃ強いぞ、こいつ。てか、こいつ強いぞ、普通に。で、村井どうしようか、本当に。お調子者だから、こっからずっと総力上げておけば、本当に、波の選手になるんですよね。波のというか、普通に強い。わかんないけど、もうこれ総力アップで、便利屋にしよう。まあ、外野も守れるし。ミートパワーもこんなもんでいいでしょ。もう便利屋にしよう、本当に。こっから総力も上げて、ダイソーでもいけるみたいな。もう超便利屋か、超使えないか、どっちになるのかはあなた次第。はい。肩アップ。ネギシ。ネギシ、一回ミートあげよう。奥田はパワーアップでいいかな。相馬、パワーアップ。一回ミートアップでいいや。平川、肩ももう大丈夫でしょ。総力アップ。今だ。よし、とりあえずオール D に持っていくぜ。日野、オール B にしたい。肩アップ。池上、ミートアップにしようかな。岡村もいい代打になったね、これは。代打丸もつきましたしね。これは素晴らしい代打が。やっぱこういうね、本当に頼れる代打が、一人いるだけで全然違いますよね。まあ、すぐダイソー出すけどね。よいしょ。古田。総力アップ。オッケー。外野手の総力大切。おむすび。体力回復するやつかな。スケジュール見直しは、持っておいた方がいいか。まあ、これあんまりでも、良さないし。あー、そっか。ちょ、待て。これ止まったら一緒か。まあいいや。あんま良さなかったから、どっちみち使いたかった。に来ない。4からの3だな。よし、いいね。本屋さんがよく来るね。今回の動画、本当に本屋さんがよく来るし、勝ち運？伸び？チャンス？素晴らしい本いっぱいくれてますね。これはもう本屋さんの回だね。読書のすすめだよ、読書のすすめ。なんだったっけ？なんか読書のすすめみたいな、偉いこと言ってた人いるよね。あ、やばい！思い出した！自分の大学の創設者、福沢諭吉さん、学問のすすめのこと言ってたわ、今。やばい。今のなかったことにしよう。よいしょ。で、次4。まあ、1、3でもいいな。これ、全然。1、3の方がいいか。1、3にしよう。よし。さあ、そして選抜マジで出させてくれ。結構でかいよ、選抜。身長盗塁の本。まあ、こういうこともありますよね、もちろん。こういうものくれちゃうっていう時もね。例えば、今、レギュラー陣でめっちゃ足遅い人とかいますか？レギュラー陣でめっちゃ足遅い。たまたまネギシがめっちゃ足遅いんですけど、身長盗塁もともと持ってるんで、いらないと。まあ、今後ね、だから、例えばこういう、ファーストの選手は、まあ、守備範囲的に走力上げなくていいと思うんで、ファーストの選手でこんな能力で来てね、盗塁も走塁もいいで来て、身長盗塁持ってなければ使うんですけど、ネギシはその辺優秀だったんで、はい。いいかな。まあまあまあ、けど本屋さん、今回はすごい助かってます。4。さあ、また能力5直上げ。狙いに行こう、あそこで。やっぱさっきの5一気に上がるのやばいっすよね。総力5上がったとかすごすぎる。だから4で。まあ1来いと、願おう。もう1個1来れば。
コントロールとかも5上がることあるのかな。さあ、そしてきました。お願い、マジで頼む。選抜出さして。うん、ガチャ。はい。はい。どっちだ？おっしゃ、来た！ありがとうございますってことは。あ、やっぱり？よったー！よし。まあ、負けちゃったんですけど、これがあるんだよ。よし、初の選抜だ。オッケーオッケー。あそこで負けても実際試合やってれば成長してるんで、これで何の問題もないというところですね。やったね。初の選抜大会です。よし。これで選抜3回ぐらい勝てばね、また能力もすごい上がるし、ようやくだ。これで好循環に持っていける、また。うん、ようやくだ、本当に。時間かかったわ。初めての選抜出れるようになるまでね、すごい時間かかっちゃいましたね。やっぱ甲子園ですごい成長するので、そこを春出れるかどうかって相当ね、成長に関わってくると思うし、甲子園で勝てればまた、強豪名門に近づけるというところでね。いやー、またこれでウーム高校一歩前進したと思います。はい。あ、で、ちょっと待って。体力ちょっと減ってるな。緑止まろ。よっしゃ。ナイス。これはもうかなりありがたかったっすね。よかった。スススーと。で、変化球磨くでもいいんだけどさ。あれ磨く、あれ、あ、堀口、そうか、こっちか。今こっちを覚えさせようとしてるんだ。で、成田は制球アップ。これ古内磨き切れるよね。ちょっと置いておこうかな。制球アップにしよう、一回。もうちょっとやりたいか。もうちょっと磨いてもいいな。難しいな。これは勝手に磨き終わると踏んで。制球アップ。これも勝手に磨き終わると思うんですよ。制球アップ。いや、微妙だな。結構あるな、まだ。いや、でも磨き終わってほしいんだよ。これもね。中途半端なのがちょっと難しいんだよな。いや、待てよ。みんな揃って急速アップにしよう、ここ。3人揃って。よし、みんな141キロだから、こっから誰がうまく成長していくのか、ちょっと楽しみだぞ。安室、おー、走力 S100 いける。ま、99とかになれば試合で勝手に上がることあるし、もう置いておいていいのか。いや、もういいか、置いておいて、さすがに。試合とかでもう勝手に上がっていくかな。あと他の練習とかで。もう何か違うものを上げていきましょうか。ということで、早めにダイソーで出しても、その後バッティング回ってきたら打てるように。まあ、やっぱミートでしょうね。こんだけ走力上がってれば、強振というよりは内野安打を狙ってミートなんじゃないかな。右打ちか、ただ。これ左打ちに変えるっていうのも面白いけど、まあいいや。で、もう村井はずっと走力アップ。便利屋だね、村井は。よし。整ってきたよ、こいつも。で、木下はパワー日持ちなんで、じゃあどうしましょうか。一回パワー B ぐらいになるまで、ずっとパワーでもいいかな。そのパワー比を生かすために。もうちょっとキャッチャーなんでね、肩守備とか上げたいですけどね。ネギシ。今一回ミートアップ。もうちょい総力上げたい気持ちもあるんですけどね。まあまあまあ。ミートパワー SS もちろん目指します。奥田、まあ補給は勝手に上がると踏んで、パワーアップ。一応クールか。総力 A 目指そうかな。奥田って何番打つんだっけ。うん。ミートアップ。今田。よーし、今田もオール D 来た。さあ、昨日も、オール B 行くでしょう。さあ、池上総力アップにしよう。盗塁 D だけど、池上が1番だな。よし、決めた。池上1番にしよう。いや、でもこいつ4番打ってたのか。ちょっと打順もまた後で考えましょう。いろいろ。古田は総力アップで。よし。はい。というわけでね、今回の動画では無事、初の選抜出場を決めることができましたと。よかった。まあ、去年もね、全く同じ感じだったんですけど、結局電話が良くなくて、選抜出れなかったんですけど、無事初の選抜決めたので、選抜ね、目標3回戦にしましょう。はい。目標3回戦突破、頑張っていきたいなと思います。引き続き、ウーム高校へのご声援よろしくお願いいたします。というわけで、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。皆様からのワンクリックが僕の活動の励みとなっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。
はい、この後は概要欄にありますいろいろな再生リストから他の動画をお楽しみください。はい、引き続きウーム高校へのご声援は高評価ボタンでよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。